吉田亀太郎から1931年12月26日は、明治時代に東北地方で活動した伝道者、牧師。祖父は、仙台藩渡辺た氏に仕えた新妻京平衛門の、父はその四男、吉田祐吉。1858年、道の国平抜群花巻で生まれ、宮城県石巻で育った。新潟に赴任した時に、TA パームと、 押川正義らの説教を聞いて、キリスト教に改心し、1878年に洗礼を受けた。それから、パーム、押川と共に伝道に従事した。1880年、吉田は押川と共に宮城県の伝道を始める。仙台に着いた吉田と押川は、北三番町木町通り角屋敷に、キリスト教講義書の看板を掲げて、 伝道を開始した。反応は鈍かったが、精力的に巡回し、聖書を売り、路房伝道を行った。翌1881年、押川は、長地府市で3ヶ月間療養生活を行った。押川不在の時も、吉田が伝道して1881年5月1日、横山里氏伊藤定蔵の二人が洗礼を受けた。これが、 仙台日本キリスト教会の創立になった。吉田亀太郎の両親宅を集会所として伝道し、これが石巻キリスト教会になる。1885年4月陸前古川教会、10月に岩沼教会、11月に石巻一致教会が創立する。宮城学院編、天に見栄え宮城学院の100年宮城学院、1987年、54ページ。 守る武器みやび、日本選挙の夜明け命の言葉者、2009年、22から24ページ。https jihou.tohoku-ga-kuin.jp スラッシュアーカイブスラッシュ273スラッシュ jihou273 例に、PDF 日本キリスト教歴史大辞典、編集委員改編。 日本キリスト教歴史大辞典教文館1988年107から108ページありがとうございます。